採石跡放棄された採石場の採石跡採石跡は採石場において工業作業で掘られた後にできた湖である。城箱とも呼ばれる。工業作業中は当然ながら排水しないといけない。しかし作業が放棄された後には地下水が浸透し雨水が採石跡に溜まる。湖の深さは地域の降水量による。水が溜まった採石跡は 非常に深い可能性があり、50フィートかそれ以上で驚くほどに冷たく、一般的に湖で泳ぐのはおすすめしない。想定外に冷たい水により、泳ぐ者の,の筋肉が急激に弱まる、可能性がある。またショックや低体温症が起こる、可能性もある。湖の水は非常に透明だが、水没した石や放棄された設備があり、湖に潜るのは、 非常に危険である。毎年、湖で溺れる者が何人かいる。採石跡子は、採石中のものも含め、動物に、貴重な生息地を提供する。エストニアルンムの採石場北木島の蝶箱日本では、茨城県笠間市に、国土地理院地形図に未掲載ながら採石場跡に、深さ65メートルの水たまりが存在する場所があり、二千二十年十一月からは、 観覧ツアーが実施されている。北牧石の産地として知られる岡山県笠岡市の北木島には、島の多くの場所に長箱群を見ることができる。近年では観光資源としての活用が図られ、2017年には地元採石業者の採石場に湖を見下ろす展望台が造成されている。ありがとうございます。